一応半年ぶりのショールームお疲れ様です。やばい、本当に緊張してきたこんばんは ありがとうございますやばい、笑いが込み上げてくるおひさめっちゃ緊張するんだけどどうしよう、あ、なんか前までどうやって配信してたか忘れちゃったどういうキャラでやってたっけこんばんは。配信してたからこその緊張かも、これは。なんかやりたい放題やってたから緊張してますいや、どうしようかな。じゃあ結構皆様こんばんは皆さんこんばんは。NGT48 4期研究生のなぎちゃんこと関内もなぎですはい、この度4期生のショールームの個人ルームが開設されましたぐだぐだはい、その記念に今日は4期生みんなでリレー配信をやってます。イエーイ。やばい、めっちゃ緊張する、どうしよう改めて自己紹介をさせてください。はい、すいませんでした。いきます。甘くて酸っぱい青春天使、なぎちゃん。ありがとうございます。新潟県出身、高校3年生、みんなのヒロイン、なぎちゃんこと関内山なぎです。よろしくお願いします。ごめんなさい、なんか本当に。なぎちゃん。半年ぶりのあげちゃんです。グダグダ。4期の中で一番グダグダかもしれない。そうなの。あげちゃん。そう、なんかね、キャッチフレーズが青春天使ってなんぞやって話だよね。本当にこっちが聞きたいんだけど、自分で決めたんだけど、どうやって決めたんだっけ。なんかね、ちょっと名前にちなんだキャッチフレーズが思い浮かばなくて、どうしようと思ったので、自分のそう、チャームポイントが顔しかない、顔しかないとか言ったらあれだけど顔だから天使のビジュアルで、これちょっとフレーズに入れたいなと思って青春天使っていうフレーズを入れたんだけどなんか今改めてやったら本当によくわかんないよねそう、甘くて酸っぱいはもうなんかなんだろうなんだろう、なんかねなんで甘くて酸っぱい青春天使にしたんだろうねそう
ビジュアルは強いよって。そうだよねそうなの、ビジュアルは強いのあ、やばい、緊張してきたそうだよね、そうなの、そう、あ、そう、あの4期生の公式 X で、あの4期生、私たち4期生の質問を募集したんですけど、いっぱい質問くださってありがとうございますそう、今日はここに質問があるので、今日はね、答えていきたいと思います。いきます。何にしようかな。じゃん、はあ、そう、クッキー缶ね、めっちゃ美味しそう。私のここを見てを教えてください。顔です。顔と、あと顔と口元のほくろちょっといっぱい答えたいからじゃんじゃんいきます。次、じゃーん、4期生の中から結婚相手を一人選ぶとしたら誰ですか。うーん、4期生と結婚考えられないんだけどうーん、強いて言うなら、誰だろう誰かな。え、でもめっちゃいいお嫁さんになりそうだなっていうのはジュナだな。なんかジュナね、私にオムライスを作ってくれたの、めっちゃ美味しかったの。そう、私はジュナと結婚します。次、長いあなたの次に配信するメンバーの第一印象と今の印象を教えてください。次はサホちゃんかなサホはなんだっけ、質問忘れちゃったなんだっけ、第一印象。サホの第一印象はなんかめっちゃ美人で近寄りがたい感じなのかなと思った。そう、めっちゃ近寄りがたい感じなんだけど、なんか話したらめっちゃあ、いいやいいやみたいな感じで優しかったから、あ、めっちゃいいなってめっちゃいいなって思ったんだけど、今は私の中でサホが一番面白いサホが一番面白いの本当に面白いの。でって何そう、私と同じ美人なの。そう、サホがね一番面白いと思って、なんかギャップがすごいの、私みたい。次、4期生のムードメーカーは誰ですか。絶対コマです。コマとモモちゃん、絶対コマとモモちゃんだと思う。なんかコマね、めっちゃ可愛いの。なんかね、コマが笑うとみんなが笑う。でモモちゃんもあの全部面白いの。なんかモモちゃんが結構ボケてくるんだけど全部面白いの。滑ったことないの、モモちゃんが話してめっちゃ面白かったのさっきの配信もみんなで爆笑してた。はい、次これに関しては何分あっても足りないくらい語れるという人、ものがあれば教えてください。OK 教える。私はK-POP がすっ
っごい好きだから、あの K-POP に関してはマジで何時間でも語れます。そう、背脂も語れるんだけど背脂ね、いいよね。そう、何、誰が好き？もうね、宮脇さくらさん、宮脇さくらさんしかもう見えない私には。桜咲く、はい、次。緊張解けてないですけど、時間ね、やばいね。ごめんなさい、終わり。はい、スクショタイム多分ないかな。あるかな。なぎちゃんしか見えないって。スクショタイムあるらしいんでやりますね。ポーズ何がいい？ごめん、ハヤトチリした、ごめんなさい。ポーズ考えてほしい。ハート OK。 じゃあ一個のあのポーズにつき3秒で OK。 4期 OK。担々麺ポーズって何ですかね。あ、オッケー。天使ポーズ。天使って何？そう、なぎポーズをね考えたんだけど思い浮かばなかった。本当はねこうしたいんだけど、こっちマイク持ってるから割れちゃうんだよね。そうだから考えてほしいなって。困っちゃう、困っちゃう、困っちゃう。時間大丈夫？やばい、めっちゃね顔が熱い。半年ぶりの配信。熱い。ごめんなさい。パクったとか言わないでください。はい。OK、ありがとう。時間教えてくれて。あともうちょっと、あと1分かな、あと1分でお別れだって。次は松坂さおちゃん、私の腹筋を割る人ですね。松坂さおちゃんですね。めっちゃ汗かいてんだけど。明日は何時だっけ。明日は10時からまた配信やるので、明日はもっと緊張を解いて頑張ります。ルービックキューブの人って言われてる、サホが。早起きしないと。そう、今日も早起きしました。 OK かな、もう OK かな。あともうちょっとあって。おやすみなさい。やばい、本当に汗かいてる、緊張した、なんか全然喋れなかったね。受験頑張ってくるね、頑張って。結構サバサバしてるんですね。そうなの。そう、朝早いからみんなも早起きして。こんばんは。じゃあバイバイ。もうちょっとらしい。ちょっとかぶっちゃった。バイバイ。ごめんなさい。ごめんなさい、みんな。バイバイ。おやすみ。こんばんは。ごめんなさい、近かったですよね。あ、OK、バイバイ。